チャールトン・キング・バン歴史地区のチャールトン・ストリートに立つ連邦様式の建築群。ハドソン・スクエアはニューヨーク・シマンハッタンク・ダウンタウンに位置する地区である。ウエスト双方と呼ばれることもある。この地区の北端はウエスト・ハウストン・ストリート、南端はキャナル・ストリート、東端は6番街、西端はハドソン側であるとされる。この地区の北はグリニッチ・ビレッジ、南はトライベッカ、 東は双方である。ハドソンスクエア地区の一部はチャールトン・キングバン歴史地区に指定されている。この歴史地区には19世紀前半に建てられた連邦様式やグリーンクリバイバル様式の長屋が集中している。この地区の重要な施設としてニュージャージーからマンハッタンへの入り口であるコランドトンネルがある。この地区で最も高い建築物はトランプ双方ホテルである。 この地区内の地下鉄駅としてはスプリングストリート駅がある。またいくつかのバス路線がこの地区を走っている。この地区はかつてはプリンティングリストリクトとして知られていた。21世紀になってもこの地区では広告、デザイン、通信そしてアートなどのメディア関連の活動が活発である。1776年、ジョージ・ワシントンがイギリス軍から ニューヨークの防衛を指揮していたとき、彼の本部は、現在のチャールトンストリート及びバリックストリートに、位置するモーティアハウスに置かれていた。ニューヨーカーという言葉が使われた、現在知られている最古の出版物は、彼が、ローアーマンハッタンで書いた手紙である1827年3月16日に、EN、ジョン・ラスーム &EN、サミュエル・コーニッシュ編集による、 フリーダムズ・ジャーナルというアメリカで最初のアフリカン・アメリカンの新聞はこの地で発刊された。この新聞は国内、国際、地域の最新の出来事や編集者による奴隷制や死刑、不正に対する抗議などの情報が掲載されていた。トリニティウォール・ストリートはハドソン・スクエア内に多くの商業用不動産を有している。ウィキメディアコモンズには ハドソンスクエアに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。